のウェブコンサルタントの本橋平介です。今日はブランディングの専門家である彩りブランディング株式会社の代表の村本彩さんに来ていただいてます。彩さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして、村本です。ということで今日はブランディングをどのように作っていくのか、マーケティングはどのようにしていくかというところをもうプロの目線で解説をしていただきたいと思います。はい。村本さんのチャンネルにもコラボ動画作って出していますので、よかったら概要欄の方から見ていってください。ということで、ブランディングの専門家ということで活動しているかと思うんですが、普段はどのようなお仕事を具体的にしていらっしゃるんですか？はい。普段は、個人事業主の方だったりとか、あとは中小企業の方へ向けてお客様を集めて売上アップするために、ブランディングっていう方法を通して売上アップとか集客とかのお悩みを解決するっていうのをお手伝いしてます。なるほど。皆さんどんな悩みを抱えてこられる方が多いですか？今最近多いのはやっぱりウェブを通してお客さんと出会いたいっていうことですね。なるほど。特にコロナ以降、そういった悩みがある方、ていうかもうそういう悩み抱えてる方がほとんどだと思うんですけども、実際に具体的にどのようなステップを踏んでいけば、ウェブでこう認知ができるとかブランディングを作っていけるんでしょうか？まずそうですね、ウェブでお客さんと出会っていくっていう時に、たくさんいろんな人がいるじゃないですか、なのでまずは自分のことを必要としている人が誰なのかっていうところで、ターゲットを絞り込むっていうことです。特にそのリアル以上にやっぱりウェブって薄まっちゃうので、誰に向けて発信してるとか誰に向けてっていうのがより意識して明確にしていかないとぼんやりとした発信になっちゃうんですよね、なのでそれが一番最初のスタートとしては大事かなと思います。なるほど。結構みんなねターゲットを広く取りたくなってしまう気持ちはあると思うんですけども、あえてやっぱ狭くした方がいい、そうですね。ターゲットを絞り込むほどお客さんが増えるって言ってます。なるほど、じゃあターゲットを具体的に絞り込んだ後にはどのような作業をするんですか？よく言ってるのが、私たち側からすると、商品とかサービスを売る側っていうのは、そのものの良さを一生懸命言おうとするけれども、お客さんは別にそれ自体には価値を感じてなくて、その商品とかサービスを買ったら自分にとってどんないいことがあるのかとか、どんな悩みを解決できるのかっていうことに興味があるので、いわゆるベネフィットっていうものをはっきりと何なのかっていうのを伝える。商品そのものの特徴とかではなく、ベネフィットを伝えるっていうことですかね。ビフォーアフターがはっきり見えるということですね。で、よくあるじゃあ間違いとしては、この商品そのもののなんかスペックとか機能を前に出してしまうと失敗しちゃう。で、そのベネフィットが決まりました、見えました。その後はじゃあどうするんですか？そのベネフィットを伝えていくときにも、今言ったみたいなそのスペックじゃないところを伝えていくっていうところにもつながるんですけど、それが、ブランディングでいう機能価値と情緒価値っていうような言い方もするんですけど、やっぱりスペックっていうのがその商品の特徴とか、スペックですよね、機能のところ、でそれだけだとあまり差別化もできないし、人の心もあまり動かないので、その情緒価値っていうこっちの方を育てていくことで、違いがより見えて、あとは心が動きやすくなるっていう感じですかね。なるほど。情緒的価値はどういうふうにしたらじゃあ育って情緒価値っていうのは、最近言ってるのは、その商品とかサービスを買った時のベネフィットにはなるんですけど、それが形容詞で考えてみる。形容詞で、どういう形容詞がつくかっていう感じですかね。例えば癒されるとか、なんか元気になるとか、なんかこうエネルギーが湧いてくるとかっていうのって、例えばこうポジティブな変化だけれども、すごく元気みなぎるみたいな感じと癒されるって全然こう方向が違うっていう時に、その言葉形容詞を出していくと、同じようなプラスの方向に向かう商品でも性質が違うっていうのが見えてくるっていう感じですかね。で、癒されるって言っても、その時の癒されるがお母さんのような癒しみたいなのなのか、小動物に癒される癒しなのかとかっていうと、また全然違う。っていうことで、それをどんどんどんな癒しとか、っていう形容詞をより具体的にしていくみたいな感じですかね。細かくしていくと、それで情緒的価値を作っていく。じゃあ機能にとらわれず、このちゃんと2つのバランスをやっていくっていうのが大事、大事、そうですね。それがじゃあ今度できたらできたら、それを自分だけが理解してるんじゃなくて、まずは自分がこういうことだよね、自分の良さってっていうところを理解した上で、でそれを相手の頭の中にもこうカポッと同じイメージを相手にも持ってもらう、届けたい人にっていうところが大事なので、その時に大事なのが言葉
とイメージ、イメージ、うん、っていう2つなんですよね、うんうん、なのでその言葉っていうのがさっきで言う形容詞みたいなところと、うんうん、イメージっていうのが、お母さんみたいな癒しっていうのと、うんうん、小動物みたいな癒しっていうのは違うので、うんうん、それがイメージっていう感じですかね。なるほど、うんうんうん、それを作っていく、作っていく。お母さんみたいな癒しだったら、色だったら赤とかかなみたいな、うんうん、で例えば小動物の癒しって黄色い感じとか、うんうん、なんかそういう、うんうん、ところからイメージが膨らんでいくっていう感じですね。なるほど。それはキャッチコピーみたいなのと、うん、イメージと、はい、どうですか。あ、そうですね、キャッチコピーにもつながりますし、1個はやっぱり視覚的なものの方が大きいですかね。うん、世界観って言われたりしますけどね、はい、それをお相手の頭にもイメージできるように作っていく、うん、作っていく。それがキービジュアル、うん、あ、そうですね、1個のビジュアルっていう感じで、うん、お店でもやっぱり看板ってあるのと同じで、ウェブを使ってお客さんと出会いたいなって思った時に、最初に出会った時に自分はどういうことを提供している人ですっていう看板をウェブ上にも掲げるっていうのが大事だと思ってですね、うんうん、でそれが、私の中ではキービジュアルっていうふうに言ってるんですけど、うん、一つのサービスだったり商品のコンセプトだったり特徴を表す一枚の絵みたいな感じでしょうか、うんうん、そのね、キービジュアルを、ね、いろんな作った方の拝見させていただいて、うん、やっぱ世界観すごい素敵だなと思うんですけども、うんうん、はい、そのイメージが湧いたものをあ、まあ、ちゃんとビジュアルに落とし込んでいく時っていうのは、うん、どのようにしていったら伝わる、そして心が動くようなものになってくるんですか、うんうん、意識しているのは、うん、その業界の思い込みだったりをひっくり返すみたいな感じですかね。なるほど、うんうんうん、価値観を価値観を変える、うんうんうん、そこって結構デザインも関わってくると思うんですけども、うん、やっぱデザインって、まあ、やっぱりいいものもあれば、はい、なんかいや伝わるのは伝わるけどなんかちょっと下品だなとかって、うん、ってあると思うんですけど、はい、普段あやさんの発信とかを見てると、うん、すごいスタイリッシュというか洗練されてるというか、うんうん、まあ、それでいてハートウォーミングな部分がちゃんと出てるっていうイメージがあるんですけど、うん、そこのなんかデザインの部分ってどのようになんか意識してるとか、うん、どういうふうに作っていくっていうのがあるんですか。うん、そうですね、一個はやっぱりフォントとか、うん、色っていうのはある程度テーマカラーとか、うん、使う時のそのフォントは基本はこれみたいな形のを統一したりすると、ある程度どのビジュアルを見ても一貫性がなくなくてっていうか、うん、ちぐはぐじゃない感じで揃ってきたりしますかね。統一感、統一感、うんうん、あと余白だったりとか、まあ、YouTube のサムネイルとかも結構こう文字の印象が強いものが多いと思うんですけど、でそれってやっぱり YouTube の例えばサムネイルのデザイン一つとってもすごく大事なことだけど、それは守りながらいかに余白っていうか、うん、引く部分ですか、出す部分と引く部分みたいなのを意識するとちょっと品良くなる、なる、うん、感じですかね。引き算が大事、引き算が大事、難しいですよね、うん、でもその引くっていうのは確かにさっきのターゲットを絞り込むとかっていう話とも一緒で、結構ブランディングって削ぎ落としていく作業なんですよ。なるほど、うん、足すんじゃなくて引く、引いて引いて残したものを、まあ、最大限に言うみたいな感じですかね。それがコアなものっていうこと、うん、うんうんうん、じゃあそこで、まあ、イメージも共有できるものができましたと、はい、なるとそこからはいよいよ広めていくフェーズですか、うん、それともまだなんか深めるフェーズがありますか。いや、できたらもう広めていくフェーズと思っていいと思います、はい、そうしましたら具体的に、はい、まあ、みんな一番気になるところだと思うんですけど、はい、広めていくには何をどうしたらいいの。広めていくにはやっぱり最初に気づいてもらうって、まずは出会いがないと始まらないですけど、うん、出会った後にはやっぱり人間関係と同じで、うん、出会ってすぐに一目惚れして恋に落ちるってそうそうないじゃないですか、うん、そうですね何回かありましたけどなので、はい、出会ったら、ちょっとずつ関係を深めていって、であ、いいなと思ってお付き合いするみたいな感じで、うん、やっぱりそのウェブ上の中でも関係を深めていくっていう、うん、時間と道が必要なんですよね。でそれをやっぱり SNS とか、まあ、ブログとかメルマガとかっていったいわゆるウェブメディア、いろんなものがあると思うんですけど、それをこううまく使い分けるっていう感じですかね。そしたらもうあとは OK と、うん、あとはそのそうですね、その信頼関係が構築できる道に沿って来てくれたら大丈夫かなと思います。
でもそのやっぱり道を作るときに、うん、メディアの TPO ってあると思ってるんですよ。ほうほう、うんうん、メディアの TPO なので、例えば SNS とかっていうのは、うんうん、広く交流するメディアじゃないですか、うんうんうん、そこで初めまして、いわゆる初めましての人も多いような場所だし、はい、交流会みたいな感じですよね、うん、リアルで言うと、うんうんうん、でそこでいきなり私はこんな人だよみたいなことをいきなり話し出す人とかいたら、はい、え何あいつみたいな感じで思うでしょ、うん、っていう感じだから、そこはあんまり自分自分っていうことを言わずに交流するっていうんですかね、うんとかが大事だったり、いきなりそこで自分のサービスのことを一生懸命一生懸命アピールするとかは、なんか TPO に合ってないって感じなんですよね、 SNS、うん、だけど例えばメルマガだったりとか、うん、公式 LINE とか、はい、何かこう意思を持って登録したっていうわけじゃないですか、うん、そこには、うん、そういう人には興味があるっていうことだから、しっかりと自分のサービスだったりを伝えていくっていうことを、うんまあ、やっていいし、やる方がいいっていう感じみたいな、なんかそれがこうメディアの TPO、まあ、その発信媒体とそこにいる人が、うんまあ、どういう気持ちで受け取ってるかを想像して、はい、そこは分けてやることが大事です、うん、そうですね、はい、ですかね、うんうん、あとは発信とか、まあ、認知をしていく段階で、うん、まあ、自分のメディアもしくは自社メディアで、うん、SNS とか、サイト運営という方法と、うん、広告でブーストをかけるという方法があると思うんですけども、うんうんうん、広告についてはどのような認識というか、うん、印象を持ってますか。うんうん、私もともとサントリーっていう会社で働いてて、うん、ずっとそこってマスマーケティングだから、要は広告でお客さんに広く知ってもらうっていうところなので、やっぱり広告の力って大きいし大事だなと思ってたんですね、うん、なので今個人の方とかも SNS だったりとか、その自分のメディアで広げていくっていうことも、資金がゼロでもできるようになったけど、やっぱり広告をするとその自分の一生懸命発信するそれだけでは届かない層に簡単に届くっていうのが圧倒的な違いですかね、うんうん、広告を打つ時のなんかポイントとかコツっていうのはありますか。広告を打つ時のポイントも、うん、やっぱさっき一番最初に話したターゲットで、うん、その順番ですね、うんうん、ターゲット見誤ると広告費をドブに捨てるみたいなことになっちゃうので意味ないと、うん、意味ないですね、うん、まあ、ブーストするには役立つけど、うん、まあ、結局基本の軸は一緒で、うん、まあ、誰のために、うん、でその人がどうなるのか、うん、ベネフィットが何なのか、うん、そこにいる人を、まあ、想像してそこの TPO に合わせたプロモーションをやっていくというのが大事ということで、うんうん、はい、よろしいでしょうかね、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ということで今日はブランディングの専門家の村本彩さんに来ていただきました。彩さん、ありがとうございます。ありがとうございました。このチャンネルでは、ま、マーケティングのことの他にも今話に出た発信のことなど随時最新情報を交えながらお伝えしていきますので、よかったらいいね、コメント、コメントチャンネル登録よろしくお願いします。で今日見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。